ついにこの日がやってまいりました。2月シリーズから追いに追いに追い求めてまいりました橋本真也、ついに今日天竜源一郎との一騎打ちを迎えました。メインイベントは天竜対橋本真也。さあこの音楽、橋本真也、シングルでやりたいんだ、シングルでやりたいんだ、俺が天竜の根首をかくんだと追い求め続けてきた橋本真也であります。ゆっくりと花道に姿を見せるでありましょう。橋本真也、お客さんの興奮も、そして選手の興奮も最高潮、ピークに達しています。2月シリーズから天竜を追いかけて、この花道に来るまではいかに長い道のりであったかどうか、橋本真也自身の今までの自分のレスラー生活を振り返ることのできる一戦になるでしょう。真っ赤なカッタリ光線に照らされて、白の鉢巻きを締めて、そして元気いっぱい、表情は静かではありますが、胸の内はメラ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 と、この赤い光線のように燃え尽きているでしょう。雷鳴がとどろいた。そしてこの日本武道館全体が揺れています。お客さんも興奮している、天竜も、そして橋本も、感慨無量のこの一戦になりました。サンダーストームの中、天竜源一郎の上りが揺れています。そして黄色と、そして青のガウンに身をまといました天竜源一郎、橋本の待っているそのブルーのマットにゆっくりと表情を変えずにやってまいりました。青のコーナー、赤のコーナーの睨み合い、お客さんも何か地鳴りのような大歓声。ルネッサンス院武道館、60分一本勝負を行います。赤コーナー CD ボックス300バンド橋本真也。この日が来るのを待ってました橋本。香港が267パウンド天竜源一郎。そしてこの天竜の胸の内はいかばかりか。大佐野さん、はい、ついに天竜対橋本のシングル、そうです、ね、マッチとなりました、天竜コールも、そして橋本コールもあります。しかしどちらのコールも関係ありません。プロレスそのものに対する日本武道館に詰めかけたお客さんの愛情コールであります。しばしの静寂でありますが、これは単なる間が空いているわけではありません。今までの2人のレスラー生活を振り返り、ここまでの心の中の確執、そして今日このブルーのマットに2人だけで立てたというその喜びもあるでしょう。いろんなことを頭の中に思い浮かべながらのこの間であります。いや本当にね、簡単に飛び込んだら一発で行かれる可能性ありますからね。そうですね、軽く手を出したのは天竜。もう2人とも下手に動けないですね。はい、軽く手を組んだ、蹴りでいった橋本。天竜は3日前に左膝を橋本のローキックで負傷してるんですよね、はい、だから今日はテーピングをあえてしないで、はい、いつもの通りサポーターだけで来てますね。なるほど、それは天竜にとってはどういう意味を持つんでしょうか。いやもう本当に痛々しい格好して出れるかと。なるほど、もうきちっと出るぞと。昔長州力が脇腹に絆創膏してきた時も取らせましたからね。なるほど、そんな格好で俺とやるのかって言って、はい、もう今度はそれが自分に降りかかってきたわけですから、もう橋本に対する礼儀でしょうね。なるほどね、今まで天竜が相対するそのライバルといえば、これも俺たちのじゃあ、あと組み合った長州であり、そして藤波でありと、
そして夢にまで見たアントニオ猪木でありということだったわけなんですが、そのサポーターあえてテーピングをしていないのというところ、俺と同じ舞台にお前は上がったんだぞと、そうですね、そういうことを意味しているんじゃないでしょうか。コーナーに追い込んできたのは橋本であります。そうそうそう、橋本。さあ運動レフリーは懸命に止めに入りますが、既にコーナーに天竜の背中が当たっておりますので、ロープレイク。すごい殺気だった試合ですね。そうですね、何かこの歓声を出す余裕もないと、とにかくこの2人の全身から発するオーラのような気迫、そういうものにお客さん、日本武道館に詰めかけたお客さんも飲み込まれているという感じです。ヘッドロックの天竜です。腰をちょっと落としているのは橋本です。ロープに押し込んだ天竜、背中に押し込まれています。蹴り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 、一瞬の蹴りで天竜が今エプロンから転落。橋本が追うか追いかけるか、どうするんだどうするんだ、待ってます。そうですね、橋本もこの何ヶ月かでだいぶ成長したといいますか。そうですね、じっくりことに構えられるようになりましたからね。そうですね、ここで場外に降りていかないのは、ここまで待ってきて天竜をこのブルーのマットで沈めるんだと、そういうもう確固たる信念ですね。そうですね、本当これはね、あの WR と新日本の戦いという形にはなってますけども、はい、いわゆる俺たちの時代派と新しい時代のレスラーのもう対決ですからね。そうですね、本当に意義のある戦いだと思います。はい、この試合をプロレス界の一つの歴史にすることができるかどうか、橋本真也の目が燃えている。そして天竜源一郎にしても同じこと。おっと、ここでロープブレイク。そうですね、何かこう自分の気持ちを確かめるようにちょっと下がりましたね。天竜これ今の前は俺の前じゃないということでしょうね。そうですね、天竜対橋本の一戦です。ベンゲベントです。60分一本勝負です。組み合った、蹴りでいった、逆水平だ逆水平だ、もう一発は橋本の汗が飛び散る。今喉でしたね、喉に決まった、ね、ロープに振った、そしてラリアットだ。そのまま稼いだ、速攻速攻カウント2。立ち上がったのは天竜源一郎が一歩早い。ちょっと肩のあたりを抑えながら橋本真也、天竜と橋本、天竜と橋本の距離が1メートル50センチはあろうかと思われますが、しかしもう本当に体と体を合わせきっているという、そういう感じ、両者から放ち出るこのオーラをご覧ください。静寂の後蹴りが来た、橋本だ、胸への蹴りだ、今顎に入りましたね、顎に入りましたね。そしてパンチだ、チャップ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 、ロープレイクでありますが、ウンドレフリーのその選手は一切来ません。ヘッドバットの返しで、そしてラリアット至近距離で天竜が来ました。ラリアットの返しを打つが逆水平チャップ、逆水平チャップ、ロープに振って走っていってラリアットだ、逆水平石差しでラリアット、逆水平のチョップ、いかにも天竜らしい技を、そうですね、戦闘派の技を仕掛けてきていると。そしてドッグバリエルは決まったか、カウントが入ります、カウント2、返した返した。しかし早くも橋本は何かこの目が宙に浮いていると言いますか、ボールを狙っておりますが、逆水平のチョップで倒れた。そうですね、足元の喉を徹底的に狙っていきます。天竜源一郎カウントを取りに行こうとしましたが、ロープレイクです。髪を掴んで起こしてヘルボー、エルボー、もう一発エルボー、ヘッドバットですね、はい、ヘッドバットですね、ヘッドバットですね、あ、ローキック入りましたよ、ローキック、ローキック、痛めてる左側ですね、スイミングですよ今のは、あ、本当ですね、あ、天竜が倒れた。いや天竜戦でね、はい、あの水面源ですから見せたの初めてなんですよね、橋本は、隠してましたね、隠してました、膝十字ですよ、膝十字、膝十字、いや大沢さん、私もですね、実況していてエルボー、ヘッドバットをエルボーと言ってしまったりと、何かこう一緒にですね戦ってるような気分になっておりますが、これは本当にどちらに軍配が上がるかわからない試合になってまいりました。一つ一つ
ですが、ですね、重い重い技がね、この重さの中にこれまでの2人の気持ちの重い、そういうものも重さになって加わっていることでありましょう。攻めているのは橋本真也、そして苦しい天竜健一郎、アキレス剣をがっちり決めている。右足でなんとかかわそうとするんでありますが、しかし懸命に左のアキレス腱を固めて橋本真也、グラウンドで少しでもこの天竜の力を奪おうという戦法であります。残っている右足で左側頭あたりを蹴ろうとするんでありますが、ちょっと当たりが浅いというこの天竜が厳しい状況になっています。攻める橋本真也、橋本真也が攻めています。蹴り、この前の蹴り、これは先陣下げた足のところになりますね。サポーター剥がしますよ。これは35キロありますからね。いや、橋本はもう本当にこの日までじっくり戦法を練ってきたらありましょうから、200キロ以来全て天竜戦にかけてきましたからね。そうですね、もう今年半分を天竜戦にかけてきたわけですから、全くそういうことになります。今ロープブレイクになりました。ニークラッシュ、途中から天竜のレスリングができなくなってまいりまして、サッピング、左の膝を狙って狙って狙ってきてますよ。胸には滝のような汗が流れています。足を持ってリングの中央まで引っ張っていく。さあここは天竜の正念場。やったー、ダイビー耐えるか天竜、ギブアップを奪うか橋本。ベンゲベント、66分日本勝負だ。どんどん体重が落ちてきてますね、重心低くしてますが橋本は。そうですね、もうこうなら60分日本勝負、最後までこのままやってあげてもいいんだぞというようなですね、腰の据えたガラグイッと自分の腕の方に引き寄せて、そうですね、さらにダメージを加えています。天竜現象のこの苦痛に歪んだ表情。ただベースロックにインターンズロックですね。リバースインターンズロックです。橋本あんまりやらない技ですけど、やはり師匠のアントニー抜きを思い出したんですかね。そうですね、天竜源一郎の寝首を書くという、そのプロレスラーとしての一つの夢、そして新日本プロレスの代表として、今日はこのメインイベントで日本武道館で戦っているというその責任感、使命感、まあ、橋本にしてみればこの天竜戦がね、一つのレスラー人生の家系でもありますからね。そうですね、天竜の腕がロープに届きそうで届かない、触れることすらできない、届いた。ロープへの長い地獄の道のり、ようやくロープブレイクになりました。その糸のようにこんがらがった足をほどきます。ストッピング、膝の内側、左の膝、爆弾めがけて、そうですね、もう完全にむき出しになってますからね。逆転も左の膝に向けて、これをあんまりやられると踏ん張りが効かなくなりますから、そうですね、そうなるとね、立っていられなくなるということになりますからね。パワーボムもかけられるかどうかということになりますからね、はい、容赦のない左膝の攻撃でありますが、ブレンバサー、そしてまだすぐには立ち上がれない天竜源一郎、左の膝にダメージが残っておりますが、今度はエルボージャンピング、すごいですね。そうですね、また膝が、膝を狙う、傷んでいるところにぐいぐいとこの刃を、突きつけていくような、そういう橋本の攻めになっていますが、その極端なまでの悪戦法も、あ、突っ張りですよ、突っ張りですよ、突っ張り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 、今の最後の一発は腰入ってました。そうですね、大相撲時代の、もう13年間やった相撲が出ましたね。そうですね、キャリー、また膝、
ガクッとつく。谷部立ち上がれるか、橋本か。もう一人やられるときついですね。ついですね、この足元の体重でね。また膝十字に入りましたね。いや今度もまたまた膝十字。これでギブアップを狙おうというのか。しかし天竜はそれぐらいで弱音を吐く男ではないということも、橋本も十分よく分かっているでしょうか。よしよし、よしよし、いや力を込めて力を込めて橋本と天竜。逆に天竜の橋本の足を引っ張ってますね。足首を持ってますね。確かに橋本の方が有利には転じておりますが、しかし万全な体勢ではありません。天竜もその橋本の足首をしっかり捕まえています。ベングベントの天竜源一郎、橋本慎也の一戦です。リング上での争いになりました。天竜はしかしもう本当にこの人間の苦痛の限界を飛び越えて耐えることには ね、人一倍強いこの人でありますから、ビッグフレアのサソリ方にも耐えたことがあります。あまた突っ張りですよ、突っ張りですよ。キャリー、橋本がキャリーでいく。そして DDT だ。食いましたね、食ってしまいましたね。 DDT デンジャラスドライバー天竜、その天竜の T のこの文字がプロレス界ではもう誰もが思いに膝につけているという、その DDT をなんとその本人天竜にかましていって、そしてカバーを取り行こうとしました、カウントを取りに行こうとしました。鼻血が流れてます。ロープに追い込んで蹴りを加える橋本慎也。そして天竜源一郎の今度はまさかまさかのパワーボム、パワーボム、パワーボムでまさかカウント2.5。でも今のはすごい高さでしたよ。いやもしこのまま橋本がジャーマンですね。ジャーマンスープレックスホールドカウント2.5。いやパワーボムでもし天竜が敗れたら WAR のこれまでの存在は何だったんだということにもなりますから、危ないことでありました。その後はジャーマンスープレックス、天竜ピンチだ。そして飛ばしていったファールニールキックですね。ニールキックそのニールキックの当たったところは首から、そして喉のあたりでありましょうか。後ろに回り込んだスリーパー、今度は落とすことでいい。チキンウィングフェイスロックですね。右の手を固めてますね。チームウィングだ。足がロープに届くか、ロープに届いた。危なかった。橋本もこの日に備えていろいろなものを用意してきましたね。いやー、天竜本当にこの今までの対立構想の中でも最大のピンチを迎えています。また DDT か。側頭部を打ちましたかね。打ちました。天竜の DDT橋本も頭打ったようですよ。あ、なるほど、あ、これはむしろこれ橋本の方が、そうですね、天竜も完璧には防ぎきれなかったんですけどね。そうですね、天竜が立ち上がった、痛い膝で立ち上がって、そして右の膝で円錐切り、円錐切りだ。新日猪木のお株を奪う円錐切りで、さっきの DDT パワーボムのお返しだ。天竜先に立ち上がった、円錐切りまで2連発。橋本倒れた、両方が倒れている。天竜か橋本かどっちが先に立ち上がるんだ。天竜が膝をかばいながらも根性で気迫で立ち上がって、そして顔面蹴りですね。顔面蹴り、そして持ち上げた、
重役はこの橋本対天竜だ。天竜が、天竜が橋本が、あっと円錐ですよ。橋本円錐蹴り、橋本円錐蹴り、猪木譲り、そのままカバーに行く天竜、危ない。カウントリーゼンゴ、カウントリーゼンゴ、カウントリーゼンゴ、天竜危ない、天竜危ない。本当にこれはお互いにすごいですね。日本武道館、これがまさしくプロレスだ。立ち上がったのは橋本、あー天髄切り、軽く死体のあたりをかすりましたでありましょうか。さあ天竜がもう一回、今度は正面から顔面を切りました。そうですね、ジャンプしての顔面蹴りのような形になりましたね、はい、さあそしてカバーに行く片指でカウンター。ツッ、もう本当に夢のような世界、これがプロレスだ、全てを見せてくれている。そして持ち上げる天竜、天竜がパワーボムか、ショルダースルーで橋本が返すか、サッカーボールキック1発の後、2発の後、3発の後、改めて逆水平、逆水平、これが俺の技だ、天竜の俺の技だ、よーく覚えておけ。体のハイキックも入りましたね。いや、本当に死闘ですね、これは。私、ミーハーな気分でもプロレスファンをやってきてよかったと、いや本当に、ね、思えるような本当に感動できる試合でした。2人とも素晴らしい企画で、そうですね、で技もね、お互い研究してましたしね、そうですね、まさか天竜が浴びせ蹴りを使うとは思わなかったですね。いやー、驚きました。驚くことずくめであります。あ、マイクを持った天竜。全然今日のところ忘れないだろう。中止を忍び、俺はお前らの電車でお願いの席。天竜が橋本じゃね、橋本に対して、天竜が橋本に対して今日はお前のことを忘れないと、大したやつだということですよね。大したやつだ、これはまたかかってこいよ、もう一回やってやるぞと、いうのも必ず含んでいますよね。橋本ちょっと泣いてるみたいですけどね。橋本泣いてます、泣いてますが、いやでも本当に素晴らしい試合でした。この涙を必ずパワーに変えて、そうですね、またもう一度天竜と打倒天竜に向かって頑張ってほしいですね。そうですね、 WR とそして新日本プロレスの構想、ファンが待ちに待った橋本真也とのシングル一騎打ち。天竜源一郎がパワーボムで橋本を打ち破りました。天竜橋本戦の感想、じゃあ長野さんに一言でお願いしましょう。いや本当にね、これがプロレスの原点という素晴らしい試合でした。素晴らしい試合でした。プロレスファンをやってきてよかったと言えるだけの、まさしくプロレス中のプロレス、素晴らしい試合でした。天さん、本当にすごい勝負でしたね。いや、します、歯だったね、はっきり言って、うん、破壊落ちの前なんてうまくつけてくれ、ほんとね、あとごまかしだけだね、俺の別にさ、変な意味じゃないけどさ、ポイント2つだったからには絶対に出てくるなったんだよね。もういつか勝負かけてくる時、あれだけだと思ってたからね。橋本は立ってずっとやってたからね、多分俺に自信あったと思うよ。本当にタコの時やっぱ押されてたもん。橋本も DDT だけじゃなくてジャーマンにパワーボムと、いやあれ畳みかけてこられたらね、もう最後のなんかもう
最初にいいの入ってたからね。あれで頼む。これ後の手痛いんだろうけどさ、まあ今歯も全然感じなんだって。小卒これだって、多分今鉄パイプで頭がまんけど言われたって多分立ち上がってくると思うよ。なんかそんな感じで、昔なんかこうガンガンやった頃ってあるでしょ、そんな感じだもんね。左膝の方の攻撃も半分、まあ、膝は大丈夫です、痛みのもんだからね。まあ、まあ、絶対狙ってくるって分かってたからね、でも突発ぐらいいいの入ったね。お金も出ましたね。いや、あれは聞いたね、意外とね、うん、橋本は新聞にそういうの持ったってね、てめえの写真しか見ないからね、ちょうどいいんだよ。でもやった後、本当のこいつは逆になっても、やっぱり負けても橋本ありがとうって言ったかもしれないね、何のために本当に言うこと大変ですかって言ったけどさ、俺は本当にチャンスがあったら、あの切るまで決まって待ち方もやってるって言うんですよ。その前に膝いかれちゃったからね。最後パーボムの前のあれは阿炎戦襟のつもりだったんだけどね、つもりじゃもう膝でこう来られたからね、ガクだったらあくさと思ってもう行ったんだけどね、パーンって用意したからね。で友達とあっと一緒に思って始まってこれたからさ、もうこれしかないと思って。いやでもあいつはもう昨日誰か来たら、あいつはやっぱり G1 馬だよ、グレイテスト勝ってから言うの仕事やな。高低支給になりそうだね、面白いね。でもあれ逆目出ても俺は本当満足すると思うよ。今日はダブルヤードの1周年記念ということでね、あの天さんが3年3ヶ月ぶりに日本武道館で試合をしたわけですけども、そういう意味で橋本っていうのは非常に楽しい、俺はよくこの1周年の時に橋本っちゅう高低支給がいたと思うね、確かに年代はね、まああいつの生年月日と俺のね年代目って嫌になるけどさ、でもそんなことリングの中であいつは容赦なし来るからね。で俺は最初今新日本でやり始めた時、何も見れてないとこはねごちゃごちゃにされてるとかって言うけどね、何か俺言ってんだよね、やっぱり橋本みたいな若いやつに負けてなるかと思う気持ちも植え付けられてるしね。そういう意味じゃ多分今日なんかでも足の方が違うタイプでやってね、絶対にこれはもういつか見ろとか来るよ。だからそれまでみんなが辛抱してやってほしいと思うしね。いやまあこの陣容で橋本と東高三次士が出てね、うちのダブルのメンバーでこれだけたくさん入ってきてくれた方が本当嬉しいよね。これで3連勝いかれたったら、もう一回奴らが自分たちで俺たちの時代勝ち取ったことになるからね。やっぱり俺は変な意味じゃないけど、長州とか藤波の負けられないと盾になったつもりだったんだけどね、もうその負ける気持ちよりもね、もう一生懸命試合やらす気持ちにさせてくれたよね、橋本は。そのもうリングの中本当何も考えてなかったよ。いやの難関を超えたわけなんですけど、この次のターゲットって、いや難関っていうのも、俺は本当にあのよしこいつだったなと思うやつが今日見たね。なんかちょっと俺は出てって弾かせるけど、もう一つ踏み込んでてお互いバチッとこう、逃げもしなかったしな、あいつもね。それじゃ今日は今俺の時には今の気持ちは本当に橋本で一生懸命自分がやってきてね、勝ったっていう気持ち、嬉しい気持ちに浸りたいよ。今藤浪っちゅうよりも藤浪とやるんだったらもう一回橋本やりたいなって気持ちなの。